実売れて一緒に15日、東急レッドクラブ、千葉県6679ヤードパー722週連続優勝に、無け行発進だ。渋野ひな子は、第1ラウンドで5つのパーディに加え、ボギーフリー。5アンダーは、ホールアウト時点で首位と3打差で、スタートダッシュとして、すごく良かった1日となった。 一年十一ヶ月ぶりの勝利を挙げた先週から引き続き好調を維持しているように見えるが、ラウンド後にはその中で見いだした課題も口にした。昨年大会覇者の猿、ジエ、韓国。前週も最終非同組でプレーした最後を真央と共に1番からスタート。すると2番で3メートルのチャンスをジャストタッチで流し込み。 バーディが先行した。さらに5番でも一つ伸ばすと、7番のパー5で3打目のバンカーショットを1メートルにつけるバーディで、一度は首位にも並んだ。伸ばし合いの展開の中9番でもバーディを奪い、いい形で後半に入った。少しのインターバルを挟み後半に入ると、10番ですぐさまバーディ。 しかし13番パー3では、ティショットを曲げバンカー群の間のラフに入れると、その後のアプローチも4メートルを残すピンチも、しかし、これをしのいで流れを切らさなかった。そしてその後もパーを並べて、ラウンドを終えた。プレー中には、笑顔も覗く1日だったが、ショットの安定感が欠けていて、 気持ち悪い感じで回っていたという不安は抱えていた。伸ばしきれなかった後半についても、読みがなかなか合わなかったりがついてしまった。もう少しパー5で取りたかったと反省は残る。特に終盤の16番パー5は、上りのラインだったのでどうしても入れたかったというパットを外してのパー。 100点満点とはいかなかった。チャンスについたところで、しっかり決められるように、ショットを安定させたいので、練習して気持ち悪さのないゴルフをしたい。今日感じたポイントをしっかり修正し、明日もバーディ合戦に食らいついていきたい。63の勝みなみが単独首位、渋野日向子は2連勝へ5い。 高発進国内女子ツアーは第1ラウンドが終了した。今年の日本女子オープン覇者、勝つ南が9バーディボギーなしの63をマーク。9アンダー単独首位発進を決めた。7アンダー2位タにホステスプロのここヤカ。西村優奈。6アンダー4位には菅沼7奈が続いた。 二週連続優勝を狙う渋野、ひな子は5バーディボギーなしの67をマーク。稲見もね。原江里花。成田美鈴。上田桃子と並び。5アンダー5位体のコースタートを切った。昨年覇者の猿、ジエ、韓国は4アンダー10位体。フルコーと同じく。 ホステスプロの柏ラ明ス香も同じく4アンダーと上々の立ち上がりとなった渋野ひな子暫定6位スタートダッシュとして遅れてないノーボギーと安定2週連続優勝を狙う渋野ひな子22位イコールサントリーは5バーディーノーボギーの67で初日を終え通算5アンダーで暫定6位に立っている 前半から安定したゴルフを展開し2番で3メートルを沈めて初バーディー7番では第2打をグリーン右のバンカーに入れるピンチを迎えるが絶妙なショットで1メートルまで寄せてバーディー前半は4つ伸ばして折り返した後半も出だしの10番で約2 5メートルを決めて5つ目のバーディーを奪って発進 しかし、その後はチャンスを取りきれない展開が続き、8ホール連続のパーセーブとスコアを伸ばせなかった。それでも初出場の大会ながら、ノーボギーでの67と優勝した先週からの好調さはうかがわせた。自身初の2週連続優勝のかかる大会で上場のスタートとなった。渋野日向子は、ラウンド後、いつも通り、 やるべきことを忘れないように1打1打プレイしました。スタートダッシュとしては遅れてはないかなと思います、と話した。上位成績1、マイナス9、勝みなみに t、マイナス7、ココアアヤカ。西村優奈4、マイナス6、菅沼7 5 t、マイナス5、井上もね。上田桃子。渋野日向子。 成田美鈴、原ず、はらえりはティゅマイナス4、荒垣ひな、柏しわらあすか、くどひかまみこ、山まあきらほか、